秋の文化祭は一年の集大成となる大事なイベントだ。今年も生徒一丸となって盛大な花火を打ち上げようではないか。なお今年は気分も新たに文化祭の名称を独断で一新した。我々の文化祭を半田祭と称する。あからさま、あからさますぎます。会長、つかその髪型は何をどこから突っ込めばいいんだ。あのかんざし半田クラスの修学旅行土産だった。どうだ、いい名前だろう。それがどったのかな。別に半田生の半田ではないぞ。半は人生の半分を楽しもうという心意気。他は稲作を連想させ、日本人としての矜持を。こじつけだ。会長、そういう個人名が入ったのはちょっと。だから半田生の半田ではないと。さすが半田くん、かんざし一本で会長の心を掴んだね。今年の文化祭の主役は僕らのクラスで決定だね。その手で掴め。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。会長が三歩譲って文化祭の名前は青秋祭となりました。爽やかで秋っぽい名前だね。青秋って半田くんのペンネームじゃね。ペンネームじゃないよ、加護ってやつ。マジで？早く帰りたい。ということで、我らが学級委員長半田くんの姓の文字が入った文化祭、僕らは最優秀クラス賞を狙うよ。では早速、勝負に出る僕たちの出し物を決めよう。はいはい、やっぱ文化祭といったらメイド喫茶でしょ。それって女装するってことでしょ。俺女装したい。そんなありきたりなやつよりちょっと変わったやつがいいんじゃないか。殴り合いカフェとか。どんなカフェだよ。私は劇みたいなのがいいな。ロミオとジュリエットなんていいよね。あの衣装作ってみたい。それもいいね。俺のジュリエット姿みんなに見せたいよ。おめえがジュリエットかよ。なんでそんなに女装がしたいの。俺絶対女子より可愛い自信ある。お前言うほど可愛くないぞ。可愛いよ、俺可愛いよ。ゆきくんは何かある。そうだな、お化け屋敷。ベタだな。ゆきっちが言うとベタベタだね。なんかもっと主役を立てられる出し物がいいんじゃないか。いや、みんなで協力できるやつの方が主役も引き立つ。主役ってなんだよ。ホストクラブ、桃太郎、ゾンビメイクやろうよ。長引きそうだ。じゃあクラスの代表として今日は川口と約束があるのに。そうだな、決定権は学級委員長にあるものな。え、そうなの。3つに絞ったから、半田くんがやりたいことを直感的に選んでくれればいいよ。直感的にって。ゆっくり考えて大丈夫だよ。僕らは夜になっても朝になってもいいよ。プレッシャーかけんな。直感的に言えば、でもこんなあからさまに俺向きなの選んだら反感買うよな。俺の女装なんか誰も見たくないだろうし、演技なんてやったことないし。半田くんが困ってる。どうにか助けてあげないと。半田くんってさ、何かと俺を嫌ってるやつ。ミュージカル好きなんだよね。何ぶっこんでくれるんだこいつ。ミュージカル？そうなの半田くん。いや、
ミュージカルって流行ってるし、半田くんを明るい人って印象付けられる。頑張って。笑ってやがる。なんか意外だけど、とりあえず書いとくよ。くそ、選択肢増やしてんじゃねえよ。これじゃますます決められない、帰れない。本当なら今頃川口と喫茶店行きたい。喫茶店？メイド喫茶？これが女装？やだ、演技が見たい。かっこいいじゃん。結局どれ？ちょっとトイレ。半田くん、どうしてしまったんだ。半田くん、僕らの意見全部聞き入れようとしてパニックを起こしたんじゃ。はあ、半田さんは男の中の男だぞ。でも人間らしいとこも魅力的。そもそも全てを半田くんに任せようってのは虫が良すぎたんだ。いや、お前が言ったんだけどね。半田が決められないのに俺らだけで決められるわけないよ。普通に多数決でいいんじゃない。そうか、半田くんが決められないというのが答えなんだ。どうしよう、あちらを立てればこちらが立たず、どれか一つを選んで他を切り捨てればいいんだろうけど、書道教室なんて選んだら大炎上だろうな。物思いにふけっているな、半田生。悩みでもあるのか。え、会長、何その頭。そう構えるな、今日はスカートを履かせたりはしないさ。いや、頭何。クラスの出し物は決まったのか。あ、いや、まだ。人の上に立つというのは大変だな。髪型、人に嫌われる役を変え、おかしい。みんなにとって一番良い考えを出す。無情に人の意見を切り捨て革命を起こすことも必要。その髪型が革命の結果か。一筆したためてはくれまいか。青春祭を彩る看板、パンフレットなど全ての文字を君に任せる。あ、まあプロ書道家でもある半田生にこんなことを頼むのはぶしつけかと思ったのだが、断ってくれても全然構わないし、うん、いいですよ。あ、本当でいいのか、あの半田が。はあ、生徒会長として一つ偉大な成果が残せる。断ったらめんどくさそうだし。約束したからな、半田生。詳しくは相沢に伝えておく。待機しておけ。はあ、感謝するぞ。感謝されてしまった。あの会長、おそらくたくさんの反対意見を切り捨てて俺に任せることにしたんだろうな。俺も決定権を与えられたからな。自信を持ってやりたいことを主張しよう。書道教室、俺はこれ以外にできない。決めた。な、半田くん、出し物が決まってみんな帰ったよ。話し合いの結果、全部ひっくるめて一風変わった喫茶店にすることにしたんだ。なぜ書道教室が消されている。書道なんてみんなができるもんじゃないし、半田くんの得意分野だから。半田くんに負担かけちゃうもんね。へえ、得意分野だから却下したのか。さあ、これから大変だぞ。僕たちも居残り覚悟だ。明日から頑張ろうね。うちのクラスもなかなか決まんなかったから、俺が適当に決めてきたよ。グランドでパフォーマンス書道やるんだ。え、俺川藤になりたい。改まってどうした。もっと尊敬していいぞ。はあ、今日から文化祭の準備で居残りか。帰りは暗くなるんだろうな。クラスメートとうまくやれるだろうか。んなわけねえだろ。さっさとしろよ。助けて。今日知ったらどうなるか分かったのか。こっち上げ。人を呼ぶか。いや、そんな暇ない。不登校。よかった、ナイスタイミング。こいつは不良だから、他校生とのいざこざには首を突っ込みたいはず。さあ行け、行って助けてやってくれ。半田のとこ連れてけ。今半田って言った。まさか半田さん、なぜ助けに行かないんだ。他校の不良なんじゃ小指一本で倒せるはずなのに、体調が悪いのか。何してんだ。カツアゲっぽいけどカツアゲじゃないのか。そうか、首を痛めてるんですね。助けてやれってジェスチャーだろう。あ、そうなんですか、わかりました。なんだってめやろ。できるなら最初からやれよ。悪魔。変なやつだな。俺の許可が出るのを待ってたみたいな。みんな衣装を作るから、この二人に採寸してもらって。文化祭の準備でどんどん日は落ちていく。
帰りにまたあの不良たちと出くわしたらどうしよう。衣装作るからサイズ測らせてもらっていいかな。すぐ終わらすから上着だけ脱いでもらって。おう。半田くんの採寸をさせてもらえるなんて本当に文化祭に感謝だよ。将来はこういうファッションの仕事がしたいんだ。へえ。私はカリスマショップ店員かな。まあこんなことを半田くんに言ってもしょうがないけど。まあそりゃそうだな。でもそんな話聞いたら俺も頑張ろうと思うよ。文化祭の看板頑張らないと。みんな俺のこと褒めてもいいよ。俺のつてで衣装用の布譲ってくれるとこ見っけたよ。あとはメニューを決めて食品衛生の許可申請か。あの俺は何をすれば。半田君はそこ座ってて、学級委員長は座して見守っていてくれればいいんだ。厄介払いか。あ、なんかすごいね。すげえ暇。いつもこんな感じのはぶられ方なんだよな。考えようによっては大事にされてんのかな。お疲れ。男子はちゃんと女子を送るんだぞ。みんな気をつけて帰るように。はーい。大丈夫かな、半田くん。半田さんはお疲れなんだぞ。そうそう、何時間もみんなを見守るっていうのは想像以上に疲れるんだよ。起こしてくれたっていいじゃないか。聞いたぞ。いつまでも半田にでかい面させられるかよ。不良高校と言われる俺らの卑怯さ見せてやろうぜ。多勢に無勢、今日こそ目に物を見せてやるぜ。また不良たちだ。見ないふり見ないふり。いろいろ面白いのできたけど、高校の文化祭だしな。誰が大事を書いたかなんて誰も興味ないだろうし、個性を出すより分かりやすいのが一番だよな。よし、これだな。できたぞ、美少女とは半田ちゃんスペシャル。ブブー、何度読んでも色褪せない面白さなり。感動もやで、ほんまこれ。それで我々は文化祭で何部売れば。普通200売れれば上出来やねんで。うちの学校に生徒が500人いると考えて1人5部は買うから5000部すぎました。この上なく甘い考え。つーか部長は算数ができへん。台本の読み合わせするよ。ちなみに台本協力は図書さんです。あの、私クラス違うんですけど。おい相沢、この配役はどういうことだよ。なんで俺がジュリエットなんだよ。俺ロミオよりジュリエットがいいよ。こういうのは笑える配役じゃないと本気でやりすぎたら寒いでしょ。寒い。俺がジュリエットなんて笑いもんになるだけだ。笑われたくなければダイエットしろ。僕らの勝利は君の変貌にかかってる。いやお前何を期待してるんだ。っていうか相沢っちの役これ何。リア王、リア充のトップなんてずるい。ロミジュリだけじゃ全員に役が回らないからね。シェイクスピア全般のキャラをやってみんなが重役につけるようにするんだ。ともかく俺はジュリエットなんてやらねえ。俺もロミオのもっこり白タイツやだよ。そもそもリア王って何した人。みんなが重役。みんな劇の配役が決まっているようだ。俺は何の役をすれば。半田君の役はまだ衣装ができてないんだ。豪華すぎて。それはどういう。心配しないで、ここに座って母親のようにみんなを見守ってくれればそれでいいんだ。え、嫌な予感しかしない。半田君用のウィッグを作りたいんだけど。いいね。ウィッグ。どういうのが本格的にやりたいよね。まずは毛髪の手配だね。人毛でパーマかかってて色は薄めでボリュームがあって。半田君のためにニエとなれ。ちょっと見てられない。君たちのクラスもだいぶ決まったようだね。ニセ君、そっちは決まったの。うちのクラスは僕の特技を生かしてなりきりアイメイク教室をやるんだよ。ま、半田君メイクしかできないんだけどね。半田さんができたら上出来だろう。男女問わず人気が出そうだね。ちょっとそれ俺にもやってくんない。練習台になってやるよ。いいね、ユキ君、僕らもやってもらおう。みんな、
文化祭だというのに特にクラスメートと仲良くなるきっかけもなく虚しいな。俺の書いた字だ。頑張れば形になるってことか。何事も諦めちゃダメだな。クラスの出し物も心を開いて頑張るか。あれ半田君、こんな連中とは頑張れない。今日も半田さんは神々しかった。半田君、あれっきり戻ってこなかったね。あ、半田君の書いた字が看板になってる。でもこれじゃ半田さんが書いたってわからねえな。あ、いいこと思いついちゃった。俺の祭りみたいになってる。みんな、今まで苦しい練習、厳しい準備、よく頑張ってくれた。今日はその成果を存分に発揮してくれ。さあ始めようか、僕らの文化祭よ。はい、いらはい、いらはい、ハンダちゃんだよ。おいでませ、書道パフォーマンス体験。好きな言葉をダイナミックに書いて記念撮影してってね。さあ、私たちも書道を習い始めたし、ちょっとだけやっていこうよ。やだね、どうせ人前で大きい筆に悪戦苦闘する可愛い自分を見せたいだけだろ。やろうよ、あの筆ジュリちゃんサイズでしょ。お前が性格ベースって書くならやるよ。童心おかしくてモブとしての出番もなかったくせに。女子が本気でぶつかり合うの怖えな。イエイパワーは。どれだ僕でー。大盛況だね。ハンダがいればいつまでも書道ブームだからな。そういえばハンダくんのクラスすごいのやってるんだって。ロミジュリカフェだっけ。なんでも大いなる五加護を授かるって。五加護、あいつ何やらされてんだ。ただいま大変混み合っております。予想はしてたけどはるかに多いな。ハンダは無事に生きてるんだろうな。次のグループの方、まもなくご入場いただけます。おお、内装も凝ってるな。ご注文受けたまわります。衣装もすごいね。うわ、これ本物のレンガだ。メニューも凝って、腹壊しそうだな。おい、じゃあこの毒とこの毒で。俺はこの毒で。かしこまりました。これは二人の愛の物語。モンタギュー家にロミオという一人息子はあり。さあ今日は舞踏会、可愛い女の子をナンパしちゃうよ。キャピレット家にはジュリエットという娘あり。退屈な舞踏会、私の心をときめかせる殿方はいないのかしら。なんだあの美少女。これはハンダクラスが文化祭独占だとなる予定でしたが。退屈な舞踏会、私の心をときめかせる殿方はいないのかしら。ジュリエットがダイエットに失敗したため現状を許容願います。スメイト。一部の支持はすごいな。ああ、そこにいる素敵な方は。二人は舞踏会で出会い恋に落ちました。運命の人発見。ロミオ様好き。しかし悲しい運命、モンタギュー家とキャピレット家は仇同士なのです。なんだ、ハンダは主役じゃないのか。悩む若い二人の愛の炎は収まることを知らず。エブリバディカモン。ロミオ様、どうしてあなたはロミオなの。ハンダにこのテンションは無理だろう。悩んでいるのはお前らだけではない。そこに現れた一人の男、骨肉の争いをして疲れ果てたリア王。愛してほしいよ。名前の割に全然充実しないリア王。では私たちはどうやって愛を育めばいいのですか。愛は求めちゃダメだよ。愛情の表現は人それぞれだから。すごくいいことを言うリア王。ならば死にますと言いつつ、これは仮死状態になる毒で、死んだふりをしてロミオを待ちます。かまってちゃん、むく。おお、ジュリエット死んでしまうと。
とは情けない。命大事に、命大事に、かくなる上は一緒にしろ。通りすがりのオセロー様が、蘇ったジュリエットが止めに入ります。アーリアー様がね。シェイクスピア混ぜるな、危険。グダグダじゃないか。何がそんなに受けてるんだ。争いはいけません。そんな威厳のある言葉が一瞬にして喧騒を静寂へと変えました。そう、争いを止めたのはエリザベス一世その人です。すべてのことは女王であるエリザベスの身元で起こっていたこと。何やってんだ。女王は国民の母としてすべてのものを優しく包み込むのです。何やってんだ。俺はただ座ってるだけ。道理でセリフもなんもない。せめてさっきの争いはいけませんくらい言わせろよ。なんか拝まれてるし、何なんだこの子。川藤、なぜここに。マジ罪悪感。そんな哀れむような目で。すまない、こんなピエロがお前の友人を語るなんて。恥ずかしいよな、悲しいよな。俺にできることはさっさとステージを降りることのみ。舞台をダメにしないようにエリザベス一世らしくこの場を去ろう。女王が出た。という威厳のあるお姿。無敵艦隊を撃破してくる。なんか知らんけど頑張れ。ジャケット僕らの未来を頼みます。よし、俺らもついていきます。誰にも負けないぞ。無敵艦隊を撃破するため、ショーは中断します。午後からはちゃんとやりますのでまた来てください。なんだろう、さすがに気の毒になってきた。探さないで、探さないで、できれば誰の目にも触れたくない。僕はまたこの世界に馴染めちゃいない。 Oh, oh, oh. よそ行きような僕がいた、インチキはいつかバレるぞと憧れている。本当ハンダクラスはレベルが違ったな。ああ、そうだな。あのハンダだぞ、なんでそんなに平然としてられんだよ。別に平然とはしてないけど。さすがはハイコ、大学の文化祭みてえじゃねえか。俺らも楽しませてもらおうぜ。ハンダ様にご挨拶しとかねえとな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。